皆さんこんにちは、大人の保健チャンネルのカヌーラです。今日もですね、イーステーキバッククリニックさんがコラボしているセクテクさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していきましょう。今日の動画のテーマは何でしょうか？はい、今日のテーマですね、はい、女性が感じていれば愛液は〇〇味、舐めるとわかる舐めるとわかる、舐めるとわかる、わかるんだ。大前提として人間から出るものだからうまいわけはないんですよね。わけはない。そうそうそう、その優しさに美味しいよって言ってるだけで、うん、うんってなったこともあります。まあ、あります、あります、ありますよ。人体から出るものの中の最大限の甘い匂いもする時もありますよね。あ、はいはいはい、それもあるし、確かに苦い時もあるし、うん、じゃあ一緒に勉強していきましょう。予約不要、全員駅から徒歩10分以内、お薬当日もらえます。テクテクチャンネル始まるよ。こんにちは、ゆいです。今回は愛液は苦い、酸っぱい、うん、愛液の味でわかる衝撃の事実についてお伝えをしていきます。事実、女性の愛液ラブジュースとは、一般的に愛部、キス、挿入、またエッチな妄想などによって膣内から溢れてくる分泌液のことを指します。この愛液は女性が感じている時に分泌されると思いがちですが、実は心が拒否反応を起こしていたとしても、異物が膣内に挿入されたり、うんうんうん、体に刺激を与えられると体を守る防御反応として分泌もされるのです。ダメなために、ね、つまり全然気持ちがいいと女性が思っていなくても、愛液は防衛本能として溢れ出てくるんですね、うん、なので極端な話、無理やりのセックスでも女性は愛液自体は体を守るために出てくるんです、はい、そうなんです。そうなんです、すいません、そうなんです、じゃあ他の部分触ってて濡れるのは、まあそれは時の場合によるなので気持ちが それで高ぶってる場合もあれば、あれば、まあ、防衛本能、防衛本能として来るから準備しとかなみたいなので分泌される時もあるし、単純に興奮して分泌される時もあるし、時の場合によるんですよ。だからめちゃくちゃ好きな相手でもなんか全然気持ち的にダメだっていう時もあるし、でもそれでも防衛本能って分泌されるんで、でも男性の皆さんすごい喜んでくれるじゃないですか、こんなに、ね、こんなになっちゃってみたいなのを見て女子はみんなバカだなこいつらと思って。まあけどなんかそれ以外でなんかね、女性が体反応してるってわかんない。そうなんですよ、男はそうビャーってなるから。で女子はやっぱこういうその分泌されたものでしか男性は感じ取れないから、それで喜ぶのはしょうがないんですよ。そうそうそう、だからそれで女子は愚かだなって思って見てもいいし、それ言われるの恥ずかしいなって多分思って、女性側ね、そう、これはもうしょうがない、もう体の話だから、うん、しょうがない。もちろん体調や個人差によって量や味も違いは出てきますが、うん、実は女性が本当に気持ちいいと感じている時の愛液の分泌と、ただ単に刺激によって出てくる愛液とは味や量が全然違うんです。量も違うんだ。愛液ラブジュースはどんな味？うん、愛液は舐めたことがありますか？舐めてみると少ししょっぱくて汗のような味がするかもしれませんし、少し苦味があるような味かもしれません。この味の差によって今その女性が本当に感じているかどうかがわかるのです。女性の愛液自体は膣液から出てくる汗みたいなもので、膣内自体は酸性なんです。酸性なんだ。なので通常の時に分泌される液体は酸性なので酸っぱい味がします、うんうん、しかし女性が本当に感じてくる時には分泌液がアルカリ性になるので、酸性が中和されて少し苦味が出てくるんですね、なので個人差、体調に差はあれど、愛液を舐めた時に酸っぱい味ならあまり感じていない、逆に愛液を舐めた時に苦味があるようなら感じ始めているということがわかります。不思議生物すぎる。酸性かアルカリ性になるんだ。いやー、どっちも感じないですね。どっちも感じないな。どういう、いろんな女性。いや、いろんな女性じゃないですね。奥さん。奥さん。そう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 。感じない。それってどういうこと？多分生理前とかだと若干匂ったりとか。あ、まあまあまあ、それはね。うん、内側のおことですから。そうそうそう、なんかたまにハンバーグみたいな味するっていう人いますか？あ、けどなんかわかるけど。芸人さんがなんかそういうお話してる時に、なんか当たりの女子はハンバーグの味がするみたいな。
言っててなんか病気持ってる子はなんか魚屋さんの匂いがするからみたいなみたいな話をしてて、あ、ハンバーグなんだ私は思って。臭い人もいる。そうそうそう、単純にその体調が悪いかその病気をもらってるか。そうそうそう、高校生ぐらいの時は臭いものだったなって思ってました。ああなるほどね。美味しくないものなんだ。はい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 。けど今何も感じないです。それは何、睡魔は前も乗り越えたってこと。そういうことですね。舌が超えたんですか。グルメグルメだった。2万個グルメだ。いや鈍感だったんですよ。そうですね。ちなみに愛液の量もシチュエーション、アイディア、感じ方によっても変化があります。例えば、相手の男性が好きでない場合と好きな場合、これでも分泌量が違ってきて、好きな男性で愛情がある相手との方が分泌量も多くなってくるんですね。では続けて、愛液の味や量の変化は何の意味があるのか、愛液の味や量について女性が本当に気持ちよく感じてくれているかどうかのお話をしましたが、最後にそれはどんな役割を果たしてくれるのかをお伝えします。愛液がアルカリ性で苦味がある味に近くなった場合には精子が子宮に届く可能性が高くなり妊娠しやすくなるんです。精子は酸性に弱いためにアルカリ性で守られていなければ子宮に届きにくくなってしまうんですね。そして同様に愛液の量が多いと精子が子宮により届きやすくなります。子宮がカサカサの状態では精子が子宮に運ばれることができないので濡れた状態で精子が進んでいかなければならないですね。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。あー、感じていればだから苦くなる、アルカリ性が強くなって。愛液ってどのラインが愛液なんですか。バシャバシャパターンとネチョネチョパターンってあるじゃないですか。あー、でもネチョネチョパターンってどうなんですかね。あの織物的なことですよね。だからはい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 、そうそう。いやでも織物は愛液じゃない気がするんですよね。あ、そうなんですね。言い方あるけど中のゴミみたいな感じのイメージがあって、はいはい、けどバチャバチャはおしっこな気もするんですけど、あれはなんか最近なんか研究されてて、それがはいはいはい、はい、なんかその出る場所と、はいはいはい、なんか成分は尿とほぼ一緒だけど、はいはい、尿ではない、尿ではないみたいな、なんだっけな、なんか結果尿に似た尿ではないものらしいです。確かに尿にしては出過ぎてるね、そうそうそう、とか色が透明だったりとか、はい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 、匂いもねそんなしなかったりとかするから、確かにもうしっこ臭くはないですよね。そうなんですよね。確かにそう、そうなんですよ。あれもねまた不思議ですよね。不思議生命体すぎるの女子って。ただその中に配合されてる成分が違うとかじゃないですか。あ、色も違うしみたいな。じゃああれは愛液、まあ、大きく言うと愛液かもしれない。うん、だからそれを感じてる時に量が出るから、そのマックスがそれってことじゃないですか、はい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 、多分ね、分かんないけど。確かにそれに関してはなんか味しないような気がしますけど、分かんないですけど、なんか私なんか答えが分かんないですけど、そんな臭くはない。そうですよね、うん、女子って酸っぱいよなみたいに言ってるやつらはもうダメと言う、はいはい、ダメです。酸っぱいよな、分かるみたいな、はいはいはい、ちょけてるやつらはまだまだ青2歳ということですね。なるほど。苦かったって言ったやつは、いや苦いけどなみたいに言ってて、いやそれお前がダメなんだよみたいに言われてる子がいたら、そいつ守ってあげなきゃいけない。そうです。彼が正しいんですってやめてあげてください。彼だけが正しいんですって言ってあげなきゃいけないから。なるほどね。でもその酸っぱい苦いもその酸性アルカリ性で、それが理由が妊娠しやすくなるためにそうなってるっていう、そのちゃんと理論立ててあるから。なるほど。体のそういう液自体も準備するですね。 そうですね、妊娠の準備をするから成分が変わるから味も変わると。なるほどね、すごい勉強になりました。ぜひ皆さんも感じるなら苦い味をぜひいっぱい感じてください。この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。またねー。